宿題は学校教育等において教師が児童、生徒、学生に課する自己学習の課題のこと。展示手のことも指すが、本校では原義について解説する。文部科学省学習指導要領総合的な学習の時間目標横断的、総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、 よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに学び方やものの考え方を身につけ問題の解決や探究活動に主体的、創造的、共同的に取り組む態度を育て自己の生き方を考えることができるようにする。広く一般に学校等で教師が児童、生徒、学生に課す自己学習の課題全般を宿題と呼ぶ。 宿題は日頃の授業中に課されることもあれば定期講座の前後やあるいは長期休業中の課題として課されることもある。初等教育における宿題の種類としては以下のようなものがある。宿題を出す意図は学校や教師によって様々である。多くは授業の理解度の確認目的であり、また児童、生徒、学生の意識調査目的である。プリントや教材による 問題演習は前者にあたり、作文や感想文は後者にあたる。日本の初等中等教育では、与えられた学習課題に取り組み回答する宿題、また、事故の意見、考えをまとめるものが多い。中等高等教育では、自らが学習、研究した内容などをまとめ、小論文の形式にするレポート形式の宿題が多くなる。宿題の多くは、 提出期限があり、その期限内に指定された内容を学習して提出することが求められる。また、内容が不十分であれば再提出を求められることや、期限内に提出できなければ成績から減点されることがある。こうした提出期限を遵守するまた、守ることができなければペナルティが課されるという宿題のルールは、会社等の一部の業務における、 与えられた仕事を期限までに完成するルールと非常に親和性がある。そのため宿題を学校教育における社会訓練の一環として重要視する人も多く、宿題を期日までに提出できなかった生徒には教師が個別で指導をする場合がある。文部科学省が定めた学習指導要領に宿題なる項目は含まれておらず、 家庭学習を視野に入れた指導、総合的な学習の時間の一環として扱われており、指導内容や実態は各校、各教諭の裁量に任せた複雑多岐にわたるものとなっている。学校部活動スケジュールや民間の選考会、発表会への参加、進級に重要な直近の定期講座、進学受験などを優先させたいが、宿題の処理によって、 機械損失が生じる可能性がある場合、不利益を被らない範囲で課される宿題の消化を二の次にしているケースも見られる。学力は、各々の生徒によって異なっており、高学力を有する生徒にはすでに授業で習得した内容の反復であり、新規性に乏しい上に学習効果が薄く、低学力の生徒にとっては煩雑で難解な問題の正当が難しく、 宿題をする意欲が湧かず、答えを丸打ちして提出するなど宿題としての意味をなさないなどの問題がある。また、家庭環境や指導を受ける機会などの格差が生徒間に存在するため、同程度の学力を持った生徒が、同程度の努力をしても成果が変わる。そして徹夜をしないと宿題が終わらない場合や、課題を終わらせるのに多大な時間がかかってしまう場合もある。 特に、小学校以外では、教師、講師が、履修科目ごとに違う傾向が多いため、教師が無秩序に宿題を出してしまい、宿題の量が膨大になってしまいがちである。量が膨大になりすぎると生徒が時間を確保するために、徹夜をする危険がある。徹夜は、生徒の授業時の集中力も低下させ、発育上も好ましくない。 また提出日になっても終わらないがために答えを移す、友人のやったものを移すという行為も見受けられる。宿題の量があまりに膨大な場合、その宿題が直ちに落第や単位喪失などにつながるようなものではない場合は、生徒に工夫する、要指導する必要がある。例えば、解けない問題はそのままにしておく、当日学校で休み時間などを利用して、その授業までに終わらせる。 終わらなかったら、講師に断りを入れ、できたものだけ提出する、などである。提出物としての出来に重点を置く、あまり授業中に番書を逐一書き取る、遂行と損じ箇所の修正に、終始する、などは、集中先が散漫になり大事な要点や、解放の順序説明の見逃し聞き、損じが生じてしまう場合もあり、れいに仕上げる目的に労力と時間が割かれ、成果授業に、 遅れが生じる可能性もある。宿題に注力したが定期講座に有効な成果が反映されなかったり、現行の授業内容についていけず著しい学習遅れの自覚がある場合、トレードオフを踏まえて主要語科目、国語、社会、数学、理科、英語の予習、復習による理修を優先するなど、提出内容が多少つたなくとも最低限の定裁を整えて、 提出するか、独力では、限界がある上に効率が悪いので外部の補助を得て、適正な内容に整えるなど、学習の遅れを取り戻す時間を確保する自信にあった、優先順位を決め、宿題を有効かつ簡便に処理する方法を自ら、工夫することは、一般社会生活においても利便性が高い。また宿題未提出により、成績が調査所に影響するかは、各自治体、 各学校、各教科指導教員によって、多少の違いもあるため教科指導担当ではない、用語教諭や司書教諭、学校支所、学校事務職員などにお願いして在籍校の調査書、評価記載基準の詳細を調べてもらったり、進学希望先の調査書における優先評価基準など、より専門的な内容は、最寄りの教育委員会、私立の場合は、 学校法人に問い合わせて確認することが可能である。デューク大学脳神経学会ル・クーパー教授の研究によると、学年の段階によって大きく影響は変わり、高校においては、宿題はポジティブな効果が見られるが、小学生については、成績に関する宿題の効果は、微々たるもの、と思われる。学年順、習得度に合わせた適切で、段階的な宿題の時間を設ける。 子供の学年宿題10分という方法を推奨している。その他、あまり生徒の益にならない提出物の指導や学校教育法第11条に定職しかねない指導など。宿題という言葉の書出は1801年、大田南保による山内俊介宛、大田南保書館である。史会いかが、宿題を定めそうらわば1月1時ずつにてとんじえ。 五段寺をきわめか非成功内閣府の調査では、インターネット利用の小学生のうち、7割が宿題の回答をインターネットで調べると回答した。また、口述にもあるが、近年では宿題代行サービスも広まっている。主に子供を抱える、親の需要に応える形で、宿題代行サービスがビジネスとして生まれている。インターネットを介して、注文の発注。 商品の納入が行われる。計算問題から読書感想文、自由研究などを取り扱うところもある。小学校低学年向けに執筆される読書感想文は当店がない等の小学校低学年に参見される文章の特徴を再現するなど、小学校低学年の作文した文章に見せる工夫が施されている。このサービスについて賛否はあるが、 教育関係者は批判的な傾向がある。例えば文部科学省や大阪府教育委員会は宿題の本来の目的からすると好ましくない。何でもお金で解決することを子供のうちから教えるのは良くないとことを唱えている。また、教育評論家の小木直樹は自身の公式ブログで1枚数千円程度する読書感想文の代金を、これは 大学教授の水準をはるかに超えた暴利だとし、宿題代行サービスを教育詐欺、教育犯罪と断言した。韓国でも宿題代行サービスは広く流行している。ありがとうございます。